はい、どうもです。大会マカノンです。お待たせいたしました。ちょっと音下げる。はい、こんなもんか。まあ、はい、か。今回のです。大会マカノンです。やさんと、アメカさんどうもです。今回のです。まあ、今日も京都で、ちょっと、まあ、今日も京都でじゃないか。久しぶりにちょっと、まあ、なんだっけ、俺、電撃を起動したんですけど、まあ、対戦相手がいるようであれば、ネット対戦やろうかなと思っています。誰かちょっと、このゲームやってる人いるかな？あ、一人だけいた。なんか見たことある人だな、この人。どうだろう。まあ、なんかもし、一緒に対戦できる方いるようであれば、お部屋つけるんで行ってください。その間、ちょっとトレモとかで、ポチポチやろうかと思ってます。最近なんか、格ゲーのホロライブとかのやつ出て、やろうかなと思って、まあ、やってないんですけど。やりたいなと思ってます。シャナ鬼とかちょっと使おうか。あ、鬼様だ。音ちっせえ。よし。このゲームは電撃文化のキャラクターをこういう風に動かして戦うことのできる、なかなかね、斬新なゲームなんですけど、販売した当時というか、ゲーセンで盛り上がってた時はすごいね、人気のあって、常にね、動いてるレベルではあったんだけど、気づいたら、まあ、運営さんが特に何もアップデートしてないんでね、ちょっとやっぱ。このゲーム2014年か5年か忘れたけど、そこで更新が多分止まっちゃってるんで、さすがにきついよねって。あ、そうなんですね。消した。リセットやってんのかな。あ、違った、違う、俺。違う。こうか。友達様やってんすね。いいっすね。可能もまあ、たまにやるくらいだけど。これダメなんだね。どうやって入るんだろう。やり方わかんないけど。まあ、半剣かなやっぱり。ちょっと使いにくい半剣だからね。それぞれがやっぱり、アニメとか、まあ、ラノベとかで、ちょっと難しくなったんじゃないのかなって思いますけどね。一箇所がね、ダメってなっちゃったら、ちょっと作りにくくなっちゃうと思うので、続編とか新しく。あ、これ入んないの？どうやって入んだろう。ジャックスタートじゃ無理なのかな。プロさん、こんかなです。ジャックスタートつまんねえかな。準備完了だ。安定しない。あ、投げダメなんだ。ああ、そうなんだ。画面端じゃないとダメなのかな。2B がね、外れるんだよね、このキャラクター。あ、そっか。実際ちゃんと調べてないまで、シャナのルートよく知らないんだけど、基本的に 2AB やって、じゃあ、お兄様ってやって 2AB 当てればいいと思ってるんだけど、ルートをよく知らないんだよな。こんな感じのルートで。多分もったいないかもだけど、あ、でもやっぱ5割ぐらい解けるんだね、簡単にやっても。すげえな。え、何？何か忘れてる。何だろう。え、何か忘れてるかな。ミッションさん、こんからです。え、何忘れてるのかな。あー、リツイートしたからいいかなと思ったんですよね。
チチートしたよ。他のワントーマンですよ。だってさ、そう、格闘ゲーム多分有名なキャラクターが多いから、知ってるキャラなら多いんじゃないのかな。今使ってるのはね、シャナってキャラですね。灼眼の結構有名じゃないかな。お強いキャラクターですよ。多分一番トップレベルで強いんじゃない、このキャラクター。この組み合わせだったらシャナ鬼なら。やっぱ簡単に強いわ、マジで5割ぐらい溶けちゃうわ。あ、これ繋がらないんだ。結構シビアだな。そうなんだ。どうなのかなと思っていたんだけど、何すればいいんだろう。どんなルートが。あ、ちゃだ。こんなわけわかんないルートも繋がっちゃうんだ。あら、そうなんだ。リツイートだとダメなんか、どうなんだろう。こうなっちゃうんだよな、なんか。解けるね。5割が安定しとけんのやべ。あら、ちょっとキーボードがね、今触れない状況なんですよね。奥に引っ込めちゃって。どうなんだろう。そうなんか、誰かね、一人来てくれるとね、対戦できるんだけど。机でやってる。あ、そうだね、机に置いてるよ。膝の上でやってる人多いんだけどさ、安定しないんだよね、全然。固定してある場所じゃないとやっぱ無理かな、何かに置くっていう。これダメか。あ、そっか。これな、原車入ってこれだろうな。だいたいなんかやってるとね、ダウンロードになっちゃうんですよ、このキャラクター。ああ、うん、2回やっちゃダメなんだよね、確か。補正がやっぱり厳しいから。補正関係むずいな、このキャラ。
よく知らないだけなんだろうけど。なんかさ、結構みんなさ、シャナ使ってる、シャナオネ使ってる人は難しいことやってるイメージあるんだけど、なんか難しいことしなくてもダメージ出ちゃう気がするんだけど、どうなんだろう。なんかあるんかな。ああ。2回目ダメか。ん？ってことは B？ B だったらいいよこれ。あ、ダメなんだ。そうなんだ。よくわからんな。補正が2回目だとアウトなのかよ。このゲームで横ブラストとかも使ったことないんだけど、一番右にいるキャラクターは参戦予定って言ったら笑うか。なんなことないんだけど、アプリゲームじゃない、つながるんじゃないかな。あ、強っ。これつながんの、やば。あ、あー強いわそれは。マジか、4割。へえ、1、2、あ、3ゲージか。え、強いな。3ゲージであれか。これも多分安定なんだろうな。あー、安定5割、強い。このゲームやってる人もっと増えればいいのやと思うんだけど、無理か。Steam だとね、安いんだけどね。ん？ Steam、Steam か。ん？ Steam だっけ？ Steam か。趣味じゃねえわ。PS なんちゃらってやつ。なんか、ネットで買うとね、なんかね、80% オフとかね、わけやけたことしてんだけど。あ、安いか。安いけど、あ、まあ安いか。いやー、シャナ1回触っただけでさ、4割5割溶けちゃうのやっぱいいよな。で、やったらなんかゲージもそこそこある状態で、もう1回触れたらブラストあったら死ぬもんな。2回触っただけで。おー、ウェさんどうもです。いや、参加希望の方がもしいるようだったらちょっと作ろうかなと思ったんですけど、今んとこいなかったんで、ちょっとシャナの練習でもしようかなと思って。このキャラやっぱ個性関係がよく分かってないけど強いですね、やっぱ。
お、やりますか、じゃあこれだぜ、マジ3ゲージで。これはちょっと切り札も使ってないのに、ちょっとこれはやばいね。運営さんなんとかしてくださいよと思うけど、運営さんはもうこのゲームやってないからどうにもなんないか。ネットワークが生きてるのはちょっとね、奇跡に近いと思ってるんだけど、そんなことないのかな。はい、じゃあやれる方どうぞ。どうだろう、別災害いないと思うんですけど。AI か。ルミコさんがファンボックスの件でなんか、じゃあファンボックスじゃねえわ、 AI についてファンボックスで書かれてて、ちょっとまだ読めてないけど AI 関係かな、この感じ。 AI か、やっぱもう身近になりましたね、 AI のイラストとかってさ、なんかすごいどこでも見るんだよね。この前さ、パチンコ打ち行って、兄と先輩とでマルファン行ったんですよね。よくわからないマルファン、行ったことないような。そのマルファンのさ、まあなんか宣伝モニターみたいなやつにさ、もうデカデカとさ、あのAI イラストのやつ、これ絶対 AI っていうやつ使ってたよ。驚いちゃったっけ、マジと思って。ああやった大企業でももう AI 使うレベルになってきたんだって。いやまあ毎回ちょっとねお話はね伺ってて、あーやばいっすねって話はしてたんですよね。今のイラストレーターすごい大変ですねっつって、やっぱ思うよあれは。ちょっと重たいですね。 OK、大丈夫そうですね。うまい。うわーやべ、我慢できなかった。おーおー、どうした。あーあれ、ラッキー。おう、いやー足んないよね、足んないですよね、知ってるんですよ、知ってるんですけど出したくなっちゃったんですよね。ラッキー、スタートじゃなかったわ。我慢できますか、なるほどね。やりますな、あそこ B だったな、せめて。理想は C ボタンだったけど A ボタンはちょっとよかなかったね。投げか C だったな。なるほど。あ、あ、遊ばせなかった。やる、チョン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 。わかるかー、うぃ、あーちょっと無理した。いやー普通にそのまま言うほどよかったな、ごめん。いや、うまく使ってる。
YouTuber とかもいるけど結局 AI するし。まあね、 AI はね自分は結構否定派なんですけど、まあ難しいよね。危な、うまい、あやべ、待て、バレてた、バレてた、なんか恨みてる、カノマ探したわやめちゃって、ね、カノマ探したな、そこ今のアスラ考えでやばかったな。あーなるほど、幸せにリフがしたかったんだけどダメだった。ちょっと重たいね、気になるかもね。やってたらなんとかなんないかなと思ってはいるんだけど、最近はなんかゴールデンウィークがあったから電撃結構盛り上がってたそうで、まあネットかどうか知らんけど、なんかゲーセンかな、多分ゲーセンでフリープレイかなんか集まってやってたんじゃないかな。まだ人口いるってのがねいいよね。100人くらいいるのかな。おーヘビタさんこんばんは、パチャから帰宅、今回のお疲れ様です。大観山カノンさん、この前カバネロ6打ちました、レインボートロフィー出しました。400枚くらい勝ちました。8000ですね。データも取ってきましたけどクソですよ本当に。なんで天井まではまんのかな、謎なんだけど、なんで僕のカバネリだけ設定6なのにあんな出ないの、なんでうちの兄は設定5なのに何千枚で以上出るの、なんで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 、カノンがなんか悪いことした、あそうなんだ、じゃあちょっと人集まんないのかもね。新宿でフリップか、これ死ぬ、死ぬな、これでキング強いなーところじゃ反応なきゃそれできないんですよね。ああいうの見ちゃうとねちょっと上条さん嫌かなってなっちゃうけど、別のとこ見ちゃうとねやっぱ上条かなってなっちゃう。うまい、ラッキー使っちゃったいやそうなんすかね、わかんないけど、おお、さすがトクロちゃん、ちょっと使っちゃったな神じゃー、ガテラ犬か今の、さすがに死ぬうまいな今の、やるな、楽でも負けるか、92% あるらしいですねカバネリは。なんかねやれなさがすごかったんだよね、まあ天井行ったのもそうなんですけど駆け抜けが多くて何回もしちゃったんだよね。やっと AT 入ったからの何もできないで駆け抜けめっちゃ多かった。駆け抜けしてで次ようやく当たったと思ったら今度は2連とか1回だけ引いて終わってみたいな、そういうのもあったりして、どうやってこれ出すのってマジで分かんなくてさ、設定6なんだよねつって、やめたいけどやめらんないんだけどみたいな状態でさ、今のはねちょっといいかなと魔法だったわ。いやー届かないか、強し西がそんな長いと、そろそろ勝ちたい、さすがに、これ勝てないんだよね。
いやーマジか。いやーパルカン今の強いな、やるな。イラストやねいいっしょ、かわいいっしょ。やべえ今のは拾ったわ。いや考えてはいるんだけどね、今そこ見ていいかな。あれってネット対戦できるんですかね、どこまでできるんだろう。ちょっと出す、えい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 、神はやったな。まあなんか情報出てからやろうかなと思ってる。自分でさコンボ探すの苦手なんですよね、格ゲー。実はなんか先駆者がなんかある程度出してくれたところでねやるのが理想。可能さ昔からそうなんだけど、どの格ゲーもさ最初の1日と2日がバカ強いの。電撃もそうだったし、メルブラもそうだったし、他あとアンダーナイトもそうだったな。毎回ねボコボコにすんの、なんか知らんけど相手を。練習したい人たちもばっかだと思うんだけど、申し訳ない気持ちになりながら。ネット対戦のメルブラもそうだった。でもさその後さランク上がっちゃうんですよね。で結局で全然できねえやんってなるの恥ずかしくてさ。ニトロブラスターズでしたっけ、あれもそう。あれもさ初日と2日目バカ強かったかな、勝率 80% 超えてたからかな。うまい。うまい。ですよねー。マジ？これ死ぬ？あー死ぬんだ、強っ。コンボ開発も嫌なんだよね。序盤で勝ちすぎてなんか成績上げるのもちょっとスラスラで嫌なんだよね。だから複雑なんだよね。なんかさ投げキャラみたいなキャラっているんですかね今回って。自分今まで投げキャラやこうなんだろう、攻撃がちょっと重い系って好きなんですよね。スマブラでいうガノンみたいなキャラ、電撃でいうアスラみたいな。やべ、なんか何もできてないんだけど、どうしよう。いやーマジか、上条押したつもりだったんだけどね。これ死ぬ、死ぬな。ロッキー。これ何回も、何回も食らってんだよね。死なねえな。あ、ロッキー、なんでやねん。待って、なんで上条出した、自分でよくわかんないことしたわ。今の上条はちょっと深すぎるわ。あ、わかんない、自分も謎な上条単押しした。ココが投げキャラっぽいけど今のところ強くなさそう。あー、そうなんだね。
ペルソナだとラビリス使ってたし、あメルブラだったらサッチン使ってたんだよね。だからやっぱ打撃系がすごい、なんかあれガツガツ重い系が好きなんだよね。勝てると思ってるわけ。ブレイブルーはプラチナ使いたい勢だったけど下手くそだったからテイガー使った。でもちょっと前まではあれ使ってた、 CS2 はあのなんだっけね、あのマージャンっぽいキャラクターいたじゃん、ライチか、ライチ使ってたんだよね。うおなんで UFO でない。うわいやーあれやべえな、あの当たり方しちゃうんだよね、やばい今の。あやばいっすか、今当たらんか、最強。僕はもう2ビフ足す。ご了承。なんでなんで僕ばっかりよくわかんないことになってるこれ。よいしょ。ああ無料ならそれはね間違いないと思う。面白いとは言われてるっぽいけどね。あースチームねースチーム、あーまあ無料だからねいいんだけど。普通にホロライブさんたちも配信してるようで、まあ、ちょっと見てないけどいいっすね。タイトルに入れるのも強いんだね。これ勝てんか、さすがに鼻がよし、くしゃみブラス発動したわ。やべちょっとやべ、今の逃げはなんだ、ごめんごめん、ゆうさんだ。まあ、キー死なないんですよね。今できたんですかね。クイズなんかテイクダッシュからね、ジャイアンからだったね。マジか、やるね。お、使う足りそうだけどね。まあまあまあ、今しゃあしたー、おお投げは男前だわ。いい中狩り、あなんで、おマジか、警戒すぎたな、やばいかこれ。いや
いやー、ドクロちゃんいつ出すんだろうなと思って一生見てたわ。早く出さねえかなって、出してからね動き出そうとしてた。いやー、勝てないな。今日新宿って言ってましたっけ。新宿でなんかあるって言ってたんで、みんな電撃勢みんな新宿行ったってこと。そういう意味ではドクロちゃんもね、そういうの強いからいいよね。それは上条もできるかな。超キモいんですけど、勝てると思ってるわけ。よいしょ。なんかちょっと重くなったね。なんだってなんだって。おー、やばじゃん。シーママジか。あれ届くか。ドクロちゃん出したいのしてた。ラッキー。さすがに。まだ足りない説もあるんだけど。ないですよね。上条さんね、余計なことするまで。オッケー。あいついきなりだからね、ダメージ下げてくるんですよね、当てると。選択肢さん、こんばんは。ね、おお、いいよ、それ。アスリートだわ、それは。ナイス、うまい。ラッキー。ごめーん。シーアス、シーアスしたんご。おお、それはさすがに。待って、なんか、あー、悲しみだったわ。最強だろそれ。これねやっちゃうんだよね、よくないんだよね。ナイス。おお。おお。ダメか。死ぬそれ。死ぬよ。それは大丈夫。それは大丈夫じゃないです。いけるぜ。届かないこれ。あー、ダメか、さすがに。だいぶ遅らせたからね。画面走ったらね、なんかね、二段ジャンプもね、いけるルートあった気がするんだよな。すーげーギリギリだけど。ランクでよかったわ。多分できるルートがね、あるはず。多分。え、無理。いやー、適役かな。なんかやってきやすいんだけどな、画面足で。カウンター視力なんかわかんないけど。もはや、うろ覚えのレベルだからね。何年前の話、やったの。
MVP からか。それはそうだ。はい、お疲れ様。ミスター、これ結構圧あるな。あ、強いな、やっぱこのシリアス。私だけんな。当たったところなんだよね。あ、ミスった。護衛が出なかった。苦戦したわ。うまかった。あざます。カノンは褒められるとね、ちょっと鼻が伸びるタイプなんで。珍しい、無線って強いよね。霧の手使うのちょっと難しそうだけど、いや、そんなことないか。地上戦でやれば強いか。サポートができないときついんじゃない？エリアルとか。おお、4フレ。どうした？おお、斬新。うますぎるだろそれ。何もできないんだけど。つながる、これ。あ、つながる。ゲージも全部余ってるからね。リフが完璧すぎるやろ。ちょっともったいなかったな。強いけどそんなひどくはない。うわ、わからん。今のはわからんかった、マジで。
ょっと無理か。だいぶ遅かったね今。嘘。次ノキノキしてくるマジ。あマジか今の。結構自信あったけどな今の投げ抜けは。投げだって分かったからマジか。ワンダムヘイヘロー、こんばんは。あ、ユウさん来てくれたね。あざす。今日は電撃の調子が悪いのか、カノンの回線が悪いのか、ちょっとわかんないけど。いつも調子いい感じなんだけど、なんか安定しなかったね。カノンかな？なんかしてたっけ？なんか。まあいつも通りか。ただうちの回線なんかね、ちょっとちょっとニューの光なんでね、安定したいんだよね。あーそっか、なったんでしたっけコロナに。大変ですね。4フレになったね。うん、なんだろうね本当。コロナになっても電撃できちゃう、なかなかですね。どうした。おーこれ強いよな。はい、よいしょ、しやすいくよ。やったわ。強すぎだそれ。おーい危ねえ。あ、ごめん。いやー、やったか。やべ、リフガーが漏れちゃった。同情ししちゃったわ。なんで、なんで見えなの。アスラしたんですね僕。うますぎうますぎ今のご使用はさすがにプロだわ。あー違う。さすがに甘えたわ。おう、よっしゃ、さすがにな。あ、やばいかそれ。あーなんもできない。なんもできなかった。切り札出すことすらできんかったんだけど。このゲームで一番嫌な死に方って切り札出せないことだと思ってるんだよね個人的に。なんか奥義を隠し持ったまま死ぬ感じだよね。オーケー。今日さ、なんかスマホ小島見に行ったんですよ。小島に見に行って、ちょっとスマートフォンのね、オッポってやつをね、いいやつあったんで、カメラで。カメラね、なんか、カノンのやつ、動作ね、カクカクするんで、買いに行くというか見に行ったんですけど、欲しいやつがさ、4万するって言われたんですよ。で、ネット調べたら2万で買えるって書いてあって、もやっとしたよね。買うのやめたよね、さすがに。あー、ダメか。やっぱシブフリーよ。いいねー、これ当たっちゃうな。いやーマジか、うますぎそれは。うん、
ちょっと難しそうなんだよな。安全に行くね。安全に出して。そうね。いやーくそー結構うまくやったんだけどな、今。やられたな、今のは。あ、水だ。惜しい。あれね、ドクロちゃんだったら当たってるからね。おっ、当たっちゃいますね。うまい。面白いことするね。あ、浮いてる。ゴシって浮くんだよね、不思議なことで。届くと思った。ちょっとそれはトンヤが世間は許してくれない。あーやばい。え、死ぬ？助かる、知らない。なんでやねん、なんでやねんなんで外れんねんってコンボよ。安定感どこ行ったよ。勝ち確だったやんけ。コンボミスったんか。なんか全然安定しないわ今日。まあ今日てかやってなかったんだろうけど、安定してない。今さあ、なんかね、モンスターのさあ、何、レモネードティーってやつ飲んでるんだけど、自分これそこまでなんだよな。なんか違う、ちょっと違う。モンスターやっぱ緑が一番うまいんだよな。いろいろ飲んだんだけどやっぱ緑だよなーってなっちゃうんだよな。白とか青とか飲んだけどカスやっぱわかる、もやっとするんだよな、なんか飲むと。なんかうまく言えないんだけど。あ、スイカ欲しいんだ。スイカね、あの今日もやったんだけどね、なかったんだよな。あ、緑が一番好きなんだよな個人的に。いえ、今一番見ちゃいけないもの見たりする。電撃やっててトップ5に入ると。今のはやばいでしょ、今の負けんの。 OK、 ごめん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 、謝罪の王。それはちょっと困るやつ。なんでやる。ね。最強。あぶら。上条さんは？あれ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 、今なんか見えませんでしたっけ今。あれ、カノンには上条さんが見えたんですけどね。おやおやおや、炭酸じゃないんだよね。そう、炭酸じゃないのが一番やっとするんだよね。なんで炭酸じゃないの。モモエナは炭酸やろ、さすがに。びっくりしちゃった、飲んだ瞬間。なにこれと思って。炭酸抜けてますけどって言いたくなっちゃった。
ナイス。ごめん。だだだだだ。まずいんじゃないですか。それは痛いんじゃないですか。先輩それはどうなんですか。大成功ってやつですか。なんで。お、使うか。え、え、え、待って、ジャンエ天才だろ今の。プロゲーマーでも出せねえよあんなジャンエ。ちょっと待って、今アドレナリン出たわ。脳汁がちょっと垂れ流したわ。ありがとうございます。最強ー、マジ気持ちよすぎー。やっぱ霧乗ってわけよ。格ゲーで一番気持ちいいかもしれない今のは。脳汁がたまらん。パチンコで1万発出したくらいに脳汁出たわ。なんで明日出したんですけど、僕の明日のどこに行ったんだ。ちょっとトンヤが戻さなくて。ナイス。どうすんの。やばいんじゃないっすか。あーミスったんごー。ゲージなかった。アミさん、あ、やばい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 。ミジャパンチ。あーやばい、やばい、やばい、よし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 、大観山流ごまかして勝つ。これよ、もうこれを十何年やってるからね。カノン流ですこれ、マジで。前出たスポドリタイプのペットボトルレモネードティー出せば違和感なくなるかも。おお、可能だね。目の前に今やつ、今あるやつね、特製レモンスカッシュってやつ、天然水って書いてあるやつなんですけど、これね、可能結構好きかもしれん。天然水が出したやつ、サントリーの。やっぱりもう違和感あるよね、モンエナの炭酸なしはね。スイカはあれか、炭酸あるのか。あ、甘さがちょっとね、まあ、T って書いてあるからそういう系にしたかったんだと思うけど。危なすぎ。よっしゃー、どっこいしょ。ロキロキ逃げ出しちゃうぞ。こうなっちゃいますよ。投げやってます。わかりません。見えない。これ入る。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと迷っちゃったんだよ今、レバーがグニャングニャンした。ロキー、ここの逃げは。偉すぎ。よし、そうなんだ、残りは駄菓子か。スイカは炭酸なんだね。強っ。あー、ダウンジでよかったな。ミスター。それはちょっと見えないでございます。あ、うまい。シャンの強い。投げ抜けはちょっとダメだった。あもうウエスガラキじゃんと思って行った瞬間にどこ降ってくるの。やばすぎマジで。これなんだよな。
ラッキー。ちょっと安全に行きます。キリュウと荒らすのしてます。出さなかった。ラストまだ入っちゃう。うますぎだね今の。じゃあ A2 平行 A って、これ A ボタン3個から繋がってるのやば。もう使うか。使わなくても死なないけどな。さすがに死ぬかな。いいのですよ。家に帰る。メルブラのサツキとかも使いてーってね、最近ちょっと思うんだけど、もう今さら昔のメルブラ起動したくねえしな。新しいメルブラにさ、サッチャー入ってくれればもう全て解決なんだけど、一向に出す気ないからさ、ちょっとな。なんかメルブラどんどんさ、なんか新キャラ出てってるけど、どんどんとなんかよくわかんない感じになっちゃってるもんで、余計入りにくくなってるよね今。復帰しようかと思ったけどね、ちょっとね、うーんってなってる。小さい、かわいい。うるさい、うるさい、うるさい。まあ電撃でいいかなってのあるよ。宇多田さん、なんとかしてくださいよこのゲームマジで。本当にさ、こんないいゲームをなんで放置してんの。ごめん、今死んでた。僕のニエビーどこ行ったの。あれ、おやおやおや、知ってる。それは知らん。それは暴れた。いやちょっと待って、画面見てない。ボタンポチポチ押してるゲームだったわ。何も考えずに今だけチンパンジーだった。あ、のげのげがのげしたと思ってたんだけど、なんでのげれないの。岸間と同じか。あー、まあわかる気がする。そんな感じ、多分同列かもしれん。確かに。でもね、ちょっと違うけどね、中身は違うけどね。でも同じくらい嫌われそうっていうのはね、わかるかも。岸間は入ったんだよね、あっちに。でも岸間僕あんま好きじゃないんで。女の子使いたいじゃん、やっぱり。分かってほしいんだけど、格ゲーやるからにはね、女の子がいいです自分。あー、うまかったんだけどね今。笑って笑え、笑ってないな。そうそう、思ってない。やばい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 、意味が分からん。あ、ごめん。よし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 。そう、2択に迫られるの強いよね、空中のやつね。格ゲーってやっぱり空中来たくなるもんだからね、それを問答目で掴むのはえぐいと思うよ。しかも結構範囲広かったからね、サッチアーム。でしたか。あー、勝てんか。あー、ミスったな、さすがに。あれ、マジ。いやー、さすがにラッキー。投げが通ってねー。護衛がちょっと遅すぎたな今の。間に合わねえや。判定ね、あれやばいよマジで。真ん中で上に向かって打って、もう避けるとこないからね、真ん中で打たれちゃうと。画面端抜けてジャンプしてたらもう確定だからね。絶対に無理。
絶対何もできない。酒とかないからさ、空中。スッチンはね、持ってるものは良かったんだよね。まあ唯一飛び道具だけなかったっていうのがね、問題あったんだけど、まあ自分飛び道具別にいらない派なんで。連戦基地カノもいつも連戦してるから。いや、なんか今だってあれだって、新宿で電撃なんかやってるんだって。全員行ってるから、電撃人口の9割、残り1割かかってきてる。しょうがない。あ、大きい。今のは EX アスラーだったわ。マジでミスった。どうする？どうする？ごめん。違う。漏れた。おもらしけ。おもらしな。あー、やばい。あ、マジか。空中飛ばした。さすがに天才がおるて。はい、ごめん、今のはあ、いけると思ったあ、ひよって何もしないで降りてくるかなっていう読みで突っ込んだ。ひより読み、あ、やばい。いろいろうまい、うまいけどできない。ナイス。勝てんか。ちょっと暴れさせてもらって。よいしょ、おらおら。これね、補正的に多分これやらないと外れるんだよね。死なないよね。今じゃない。よし、やばすぎ。ミュービー結構範囲広いんだよな、あれ。いけるんだ、マジ。あー、これ好きないの、もしかして。いい草か、好きないか。ナイス、ナイス。何何何って。あー、ない。あー、ダメか。くそー。はい、よし。いいやすりぶっ飛ばすと。なー、どっか行っちゃった。どっか行っちゃったよ。新しく来てくれてる。怒って抜けちゃった。
やっぱ円安が全てを解決するから。この方初めて見るかも。配信見てくれてるのかな。うますぎ。今のご視聴だけで分かるわ、この人のうまさ。ベスト3そろそろ寿命なんじゃない、やっぱり。あ、さすがに勝てない。あ、さすがに。ソフトのところオープンしたか。これね、これ見えないよね。自分も今裏に見えたわ。いやー、じゃんけんぽん負けた。使わないかな。さすがに死ぬかな。ナイス。カバカバ PS3 開幕のゴシー神だったな、あれ。ちょっと感動しちゃったわ、あれ。切り抜こうかなと思ってくらいね、感動したわ。ラッキー、めっちゃ届くよ。届いてる。それね、残念。神以上に屈しない。おお、今のもやべえな。届くんか。さすがに、さすがに。あ、転生かもしれない、それは。マジか。そっか、そっか、そういうことできるのか。ミックスアサラしたらランプ飛んでくるもんな。いや、どうにもなんなかったか、今な。そうね。ごめん。うまい。それはどうにもならない。よし。ああ、ダメか、さすがに。わざってよかったな。ああ、円安ダメだよね。さすがに、どど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 。今の小指は熱すぎでしょ。マジか。読まれてたかな、最後のあれ。うまかったな今の。黒猫っていうのがなかなか使いにくそうだけど、うまいことやってたな。あのプレステ3とか秒で売ったからね。買って電撃も買ってやってちょっとやってお金なくなって売ってうち行った。負けた。窓ツー打って負けた。電撃とプレステ3が確か同じ値段だった気がするんだけど、1000円1000円だった気がする。ちょっと複雑な気持ちだった。
あ、そうなんだって。電撃ね、当時高かったんだよな。マジで1000円で売れてね、驚いた。結構高く売れるんだ。お金ないとね、売るか。ごめん、あ、ごめんね、ごめんね、ごめんね、取りますね。ナイス。おー、オッケー。わからないよー。ユーザーわからないよ。ユーザーわからないよ。シーアスから何来るかわからないよね。三択最強。ちょっと脳汁出た。一生これだけでいいんじゃないかなと思ってた。これどうできる？あ、マジか。強っ。あー強っ。あ、マジか。ちょっとそれは嫌っす。ナイス。あー、よく勝ったね。うますぎ。ただ何もやることね。いい方で入れ込んだわ。投げシーンやろって怖いやろうと思ったんだけど、ダメか。勇気振り絞ったな今の。ミスったら死ぬからね神ちゃん。やるわ。ごめん、振っちゃったんご。おや、様子がおかしい。おや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 。よく見たら中指押してなかったっけ、真ん中のボタン。うますぎ。さすがに。これね、やってしまいましたね。うーん、ダメか、ダメか、さすがに。どうやってんの UFO。 UFO のやり方知らないけど、あのタイミングで。あ、しかも倒せねえし、ビーチバイ入れるべきだった。エベが刺さったんご。当たりゃええねん。ちょっと嬉しくなっちゃったっけ今の。体がポカポカしてきたわ。電撃熱。画面強いなこのキャラ。やっぱゴリゴリのスキャラだよね。好きなんだよね。なんか力でねじ伏せる系のキャラ好き。小さい、かわいい。うるさい、うるさい、うるさい。ナイス。
馬。あー、いいジャンプ。避けられないんだ。ダメか。当てて。あー、なるほど。さすがにね。よしよしよし、さすがに。おおいいよ、おおおお、やばい今の。腰の判定やべ。このジャンプが。やべ、リュウガちょっと早いんだよな。使っちゃおう。あれよ、ワンちゃん。あー、いいガード。マジでいいガードだね、今の。さすがに当たると思ってたわ。これダッシュ投げできる勇気。やってしまった。さすがに出すよね。お、なるほど。バレてる。よしよしよし、いいキャラいいキャラ。素晴らしいキャラですね、やっぱり。うまいっすね。死なないけどやばいっす。あ、やべ、入んないかな、入んない。死なこれ。死なない。あディフか。あ、やべ、そっか、ダメなのか、あれ。ディフがするつもりで弱エビしちゃったわ、今。4ABC ながら空中で死んだが、自分から死にに行くのうますぎでしょ。アナシャス、ユウさんいる？どうしちゃったんだろう。はい、お願いします。お、待って、シャナしかいねえぞこの部屋。どうした？シャクガンの打ち手しかいないけど大丈夫そう。グレンの号から部屋燃やされそうなんだが、口から血が出た。どういう状態？大丈夫なんすか？吐血やん。お、やる。勇気、だいぶ勇気あったね今の。あっ、そうね、護衛タイプ。
いですね。ライブでもいけたかな。うまい。やべ、乗ってねえかした。おお、マジか。あれ、倒せたね、まあ。初めてだった。逃げさせたつもりだったんだけど、やべ。よし、行く。え？嘘やろ。今のは。度肝抜かれたわ。時刻にしたろ。やるなー、今のダメか。紙じゃ間に合うかなと思ったんだけど。よいしょー、よかったよかった。画面端やっぱ強え。シーアスこそうかな。もでもあれなんかね、対策があったはずなんだよね。ちょいダッシュするとかなんかわかんないけど、それするだけでなんか何もできなくなるみたいな。ちょい前歩きかちょいダッシュか忘れたっすけど、それされるとね結構無理。なんか B、 空中行った時の B が確かスカルンだったかな、それ。ちょいダッシュしゃがみとかすると。まあ、詳しく知らんけど。で、着地かられるみたいな。で、他の2つは別に、ガードか 2A を置いとけばいいみたいな。なる。おおおおおおお、なるほどね。サポート出さないですね。あ、でした。なるか。ラッキー。ブラスト読みだったんだよね。これむずいな、ちょっとマジか。いやー、切り札出してくると思ってたんだけどな。出さないか。我慢ができて偉。ミスった。じゃあ寝てない。
あダメか、強い、ナイス。結構無理やりだ。あーマジか、やるね。これはね、見えない侍です。見てからしゃがむの余裕かもしれん。ラッキー神ゲーミング、あざっす。ご視聴ありがとう。ナイス。やっと勝てたわ。お、増えてくるんだけど、ありがとうございます。新宿の人たち帰ってきたか、みんな。そろそろ帰るわーっつって。お、復活したんか。わかんない、コロナになったことなんかわかんないけど、結構大変だよね。なんかその味覚なくなるのもそうだし、だるくなるのもそうだし、とにかく後遺症がやばいらしいね。あと熱すごい出るって言ってた。まあ状態にもよるんだろうけど。このままでもいつかかかるのかな、今の感じとか。オッケーし、いけたな。あ、これ足んないんだよな。ゴシーの前に前のめりだったしなきゃ。ごめん、おもらしな。やったわ。うわーマジか。ごめん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 って。あ、シャーナーね。シャーナーしかおらんのよ。そうなんですよ。グレンの豪華に焼かれるお部屋です。ごめん、裏回りたかった。おお、さすがにな。これは使うしかねえ。うそや、うそや、うそや、天才か。やめてくれ。そこの車内やめてくれ。カノンの一番の苦手ゾーンなんだけど、あそこの下出されるな。ダッシュしたくてたまんないんだ、空中。シャーナ最強マジで。あれ一生狩られるんだけど。よく使えるよな、カノ。使えなかったけどな、シャーナ。シャーナじゃないわ、ドクロか。ドクロ使えなかったけど、なんかキャラクター一個も離れてるもんでね、近づかれるとなんかスカっちゃってね。え、使えなくねってなったんだよ。まあ神城も似たようなもんなんだけど。お、お前熱出してるか。やっぱ絶賛コロナだね。治らないっすね。熱出てるときアニメ見た方がいいよ、これガチ。アニメかエロゲかの二択だと思ってる熱は。おっと、そんな悲しいことある。
僕のコンボの時コンボになった瞬間に殴るのちょっと電撃さ。ダカポ3やればなんじゃない。僕ダカポ2派ですけど適当言ってる。ダカポいいぞ、花も好き。ダカポなんか前熱出した時ダカポ2やった記憶ある。ダカポ2のね乙女がね大好きでね。ごめん、さすがにバレー取る。桜咲く未来とか聞こうぜ。さすがにね。どうせやろ、マジかー、うますぎるだろ今の。天才かよ。一年中枯れない桜のし木の下で告白すると恋愛叶うよ。ダカーポ初代とさ2だとさなんかね50年くらい違うんだっけ、なんか歴史っていうかその時間軸。それにすごいなんかねダサなしかいね。いやいいけどね、シャナ多いっすね。それ結構ね心の中にグッときたんだけど、分かる人いるかな。50年後か60年後なんだよね確か、ダカーポ2って。で確かダカーポ3だと初代から過去に入るんだっけ。やってないから知らないけど。あーセカンドシーズンかな。 SS やったっけ、よくないんだよ。ダカーポ2の、ね、最初の方だけやったんだけど、もういつ喋ってたら嫌気くなってくるんだけど。あばい、それ食らうんじゃない。 OK、 バレてる、これなんですわ。あるんじゃないですかって。あやばい、死なねこれ。なんでいい方出さなかった。大丈夫か。 OKOKOK。この曲でもいい曲多いんだよな今でも。聞くんだけどね、卒業とかで、なんだっけ卒業って曲だっけ、知らんけどめっちゃ好き。あーだ、ナイス。あごめん、護衛が僕の護衛どこ行っちゃったんだろ今の。あーマジか、冷静え冷静だと思ってたんだけどな。いちゃいましたお母様よし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 家族のみんなごめんなさいボイス出しちゃったわ。危ねえ危ねえ危ねえ。
精度がねちょっとなかなかひどくてね安定ないんだよな。コンボ用ミスるからさ、投げからつながる唯一のノーゲージダウン追い打ち。あ、2A 間に合わないの？あ、間に合わないよこれ。画面素ならいけるけど、あー無理か、シャナ結構飛ばすもんね。2A 別に横に長くないから、そっか、 5AB だったらギリギリ一発だけ入るのかな。2AB 入るんだ。まあ、ちょっと下向いてるか。小さーい、かわいい。うるさい、うるさい、うるさい。シャナ別にダウンウォッチするキャラじゃないからね。なんか、ダウンウォッチで1割溶かせれるかどうかよりもさ、ワンコンを触っただけで5割溶かすかどうかの話だと思ってるんだけど。ナイス、惜しい惜しい、うますんぎー、繋がってない。あ、ほんとだ一発だけ入ってる、ほんとやん。あー、うまい、見え拾いが綺麗だったね。待って、やばい、ない気がする、さすがに。なんかね、勝てるかなーって思って突っ込んじゃうかなーみたいな。あ、やばい、いやいやマジ？ラッキー使っちゃって。あ、まあ、ばばばばばクラウジングスタートじゃないよ。ちょ。あ、マジか。僕の 2B どこ行っちゃったんだ今の。不思議なこともあるもんだな。うわっ、熱出してると思えない冷静さだったね今の。いやー、切り札温存したんだけどな。お前、えらい、あ高男さんだ、めっちゃ久しぶりですね、ご無沙汰してます、えらい。誰か電撃広めろって、新規にたくさんよ、いいゲームあるからって。そしたらもしかしたら新しく作られるかもしんないじゃん。お、じゃあ売れるんだったらちょっと作っちゃおうかなみたいな、寺田さんが思うかもしんないじゃないですか。広めろって、誰か頼むって、このゲームもっとやりたいんだけど。ラッキー、これ当たっちゃうんだよね、なんかガードちょっと取れちゃうんだよね。おお、すごいな、 ABC に、なんかルートがすごかったけど今そんなことできるんだ。いやー、それは冷静、データから覗いてた、ありがとうございます。
え、マジ？そんな特殊なルートが。ミスったか？ごめん。これなんですよね。これよう狩られるんだよな。何千回で狩ってきたかもしれない。もうあるんじゃないですか。スカッテイクスタイル、ナイス。冷静なやつ。支配のすげえな、やっぱ今見て。ナイス。あ、ラッキー。あ、マジか。ブラスターと思ったわ、絶対。キリフー、ナイス。紙状出したかったんだけど、ミスった。え、スラタン？ミスった。やべ、死ぬから、死ぬよな。いや、なんかね、UFO 入るからね、不安だったんだよな。キャンセルができるんだよね、最初の1ラメは。ん？ 2ラメくらいまでは、スライディングあたりまで。ただ、スライディングで UFO 出すと確か当たんなかった記憶あるもんで、とっさにランプ出したんだけど、よかった。使ったね。ちょっとカス当たりだったね、あれは。当たり方が斬新に。あー、届かない。意外にね、引っ込むの早いよな、腰。前のめりに来てるのに。あー、これ当たんないんだよな。当たりそうに見えんだけどな、すごく。腰絶対好きやると思うんだけどな、あれだけだったら。無理か。使うか。足んない気がする。
そう。ナイス。これはやばい。おお。爆弾して狩られたんだけど。僕の逃げが。何もできないんだけど、ゴリゴリに来たが何ももさせてもらえない。マジマジ出さない。なんか昨日ちょっとアンポンターのことしてたけど、はい、よし。ナイス。わからん。いやマジか。おおマジか。コンブラ。ナイス。よし。俺たちの勝ちだな。ブラストがあったらもう一発当たって即コンブラじゃないと、なんか相手に2回触れないといけないから、もう1回で終わらせるためにはこれしかないと思ってるんじゃない。ニエコンブラとかね、あと投げとかね。マジかやるね。ナイス。ごめん、もらった。今のはニエビ結構強いな。あれ、ニエビ失敗。え？今のひどくないですか。ちょっと絶対狙ってないでしょ。さっさんコンカノです。こんちゃ。ちょっと無理やりだけど、これはね結構あるんだよね、出し合いで負けんの。まあ、こっちは右だからね。美味しそうだね。ちょっと配信サボってたからね、ちょっとねショットアップしたわ。えらい星川さらさんのちょっと音源をお借りして、キャップキャットであったやつを使わせてもらったわ。怒られそうなストッケですけど。あ、マジか。ジャンプ。あーダメか、さすがに甘いかな。ええそれは違うんじゃないんですかって。おやべ、
この切り札さえなくなればまだ。やめ。ダメか今の。ニエビダメっすか。投げには弱いんだよね。そうなんだよね。勝ったなと思ったんだけど、出した瞬間。サブアカウントとかさ、まあ、ちょっと前回、昨日かな、昨日の配信で雑談でしてたんですけど、まあ、サブアカウントちょっと作ろうかなと思ってて、なんかそのゲームチャンネル以外で、自分静岡住んでるんで、静岡の良さとかを、なんか伝えるっていうね、全く真逆みたいなことしようとしてるんですけど、ちょっとね、準備進めてますよ。ちょっとずつですけど。とりあえず、ちょっと足んない機材だけは変わって、2つほど買って、あ、虫か。ちょっとワクワクしてる。うまくいくか分かんないけど、可能みたいな、家から出ない人がそういうことやっていいのか分かんないけど、ナイス。観光大使なんねえから、いやー偉い。これ見えないっす。マジでわからん。おお、マジか。ああ、いらないやつ、もったいないやつ使っちゃった。普通にコンボでよかった。今度は夢テラス行くんが近々夢テラス行ってちょっと動画撮る。この前下見た。どういう感じに撮るかなっていうのはまだ考え中なんだけどね。まあ参考にしたい動画とかもちょっと探しながら。おお、投げじゃない、マジか。知り合いがね、まあ、車出してくれたりとか、いろいろよくしてくれる、ミスったんごだから、まあいいかなと思って。いい声、死ぬやろ、さすがにこれはえぐいやつよ。ナイス。そっち方面で、まあなんか最初はまあ行っちゃうとチューブから始めるんですけど、真ん中あたりから始めて、そこそこねいい感じになってきたら、ちょっと浜松方面とか行こうかなとか考えてます。実は浜松行ったことないんだよね。一回もない。行ってみてーと思ってたんだけど、まああっちはねもう別の県だと思ってたからね、個人的に。静岡県だけど、まあそれはうまくいったらの話だけどね。兄からね、あ、そういうことならもうちょっと頑張んなって言ってね、お小遣いもらった。結構大きいお金頑張るって。You didn't know it.
なるほど。結構無理やりだったね。ああ、これダメなんだっけ。ナイス。ああ、いい投げだな、マジで。よう見てるわ。よう見てるわ、それも。さすがにな。紙状に集中した。上向き。あ、マジか。なーに、ガード硬すぎ、マジで。ガチでガード硬いんだけど。いや、投げはするか、差はするか。いや、なんかね、今のはね、投げ釣りの上かなと思ったから、もう上入れてたんだけどね。投げか。格ゲーっぽい読み合ったな。ナイス。間違えた。興奮した。興奮剤。いい投げ。これな、当たっちゃうんだよな。エスケープしない。テイクダッシュしない。マジか。ラッキないな、これ。先に使うね。ナイス、使わした。そうね、そうね。特熱。ナイス。オーケー。調子がいいな、マジで。おっと、この状態で人が増える。ありがとうございます。嬉しいですね。結構見たことない方がちらほら出てきてるんだけど、もともとやってた人なのかどうなんだろう。回線この時間になってからかな、だいぶ安定するようになってきた。殴るとかはない。うまい。ちょっと腰は甘かったね。おー、伸びますな。よし、突っ込みすぎた。びっくりしたよね。頼むもびっくりしました。
ナイス。おお強っ。あーこれダメか。シャンシーカメラートの攻撃振ってくるの結構見えないんだな。あーダメか。ナイス。あるでマジで。ナイス。あるでまだ。はい。これは。はい、気持ちいいやつ。まさか全部上だと思わないでしょ。さすがにそこまで擦ることはないでしょ。まあ在韓山カノンさんの場合はちょっと何も考えてないんで、一番ダメージの出そうな上しか狙わないっていうことなんですけど。ナイス。ロッキー。ナイス。ナイス。最強。それは死ぬ。きついなマジで。あー届かないか。やばいかも。ラッキー切り札連打してたんだけどな。ダメか。結局ダメージ減らしたの画面端しかないっていうの。それ以外は全く減らせなかったわ。はめ殺すしかねえこのキャラクター。気づいたわ。それで行こう。もう立ち回りじゃ勝てない。勝てません。太田カノンは2択を攻めるの結構好きだから向いてるかもしれん。もしかしたら。それは痛いわ。もう終わり。死ぬー。死んだんご。なんかぐちゃってる。あーじゃんけんぽんミスった。よいしょ。
武器使います。マジだ、マーキー、いい投げだな、マジで。どうした、ダッシュしてくれた、持ったー、やば、あるで、マジでブラストないっすよね、ナイス神ゲー、 HP 負けてたもんね、ブラストボスは有利だよね多分。結局2回触らないといけないっていうのがあるとね、きついよね。負けてる方が経験値というか、なんかパーセントの回復とかもすごいいいからね。この方初めましてかな。おお、なるほど、あ、しかも結構ガチだ、面白いじゃん、かかってこい、ジャッジメントですの。やべ、いやー発動するな、これ、いやーなんか、うまい、ジャッシュ当たらんか、うまいっすね、あ、待って、危ないか、マジか、マジか、え、これ勝てない、あ、あれなんで入んねえだ今の、なんでだ、遅かった、遅かったか、じゃあ、まあ、なるほどね、やりますな、うまい、いい声、じゃあ、やば、見えないんですが、何も見えないんだけど、何これ、プロゲーマーの方ですか、はぁ、うますぎや、マジで、マジこれガチでうまいんだけど、これマジで上位ランカーでしょ、何もできなかったわ、ようそんな綺麗に使えるわ、カノ使ったけど無理だぞそのキャラ、クロコね使えばわかるけど結構むずいぞ、なんか意外とね強そうに見えてね、むずい、あのね、なんか繊細というか負けるんだよな、なんか普通に技振ってても、カノだからさ、あの DFC からDFC、つまりこの作品から黒子使い始めたんですけど無理になってね、結局キリノに戻ったんですよね、ああ無理無理無理っつって、あのアスリートダッシュないし無理と思って、あのダッシュ、あのパシュンパシュンするのに当たり判定ついてるんだったら使ってたっすけどね、じゃないんで無理っす、ああこれね、裏行く読みでね、しゃがんじゃうんじゃね、
ダメ、ミスった。ちょい歩き天才。あ、マジか。さすがね。こんちゃ、ニューさんどうも。死ぬ死ぬな。どうもどうも、こんちゃです。届いてない。ちょっとなんか無理やりしすぎるから、このシーアスは出したくなるんだよ。あー、なるほどね。パック、おい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 、さすがに使う。ナイス、使えない。あー、ごめん。使おうか、さすがに。よし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 、今ね、シアス出したんだ。ここ忍ばけたけど、違う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 、まあ、なんか間違えてるって。ああ、勝てんか、ごめん。ちょっと無理やり当ていきやす。マジ？結構無理やり。オッケー、画面端あるで、マジで。のげご出てないんご、僕も投げしたんご。マジかよ、投げしかしてないんだけど。あれ、西出たのかね、今の。ちょっと力みすぎて、レバーして倒してた可能性あるわ。いや、間違いなく投げしかやってなかった、今のは。投げ抜けになってほしかったな、せめて。手汗がすごい。あ、そうですか。今日のショート動画はあんまり良くなかったか。小さい、かわいい。うるさい、うるさい、うるさい。再生、一人当たりの再生時間がちょっと短いですね、今日のやつ。あんま良くなかったか。ナイス。あ、ミスった。マジか。ねえ、ずるくないですかそれ。ちょっと
ねえ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 、ドクロちゃんはちょっとな、反則かもしんない今のとこ。引きずり下ろされたわ。あ、ごめん、ドヤ歩きされたわ。僕もドヤ歩きしちゃったと思ったんだけど、許されなかった。おーおーおお、やる。ドクロちゃんボディ、ドクロちゃんボディ。よし。ちょっと温存したいな。いけるかな。今の、え、ダメなの、どういうことどういうこと、上条使い困惑だ、ダメなんすか今のは。なんで負けたの、なんであいつ、えどういうこと、頭がついていけないんだけど。上条あるから絶対大丈夫だと思ってた。あれでやられるんだったらさすがに返さないといけないけど。あー、そういうこと？え、でも上り無敵、でもどっちにしろ上条が取って左行ってくれると思ったんだよね。あー、でもあれか、結構上まで行ったからそこから当たっちゃったんかな。上条2回しか取れんからな言うて。そういうことか。やべ、まだ動揺してるから本当に。ない、 B が出なかった。いいチャンスだなそれ。なんかしようかなって思って動いた瞬間だったんだよね。もったいないことしてる気がするんだけど、ゲージをゲージ出しまくってるけど、持ってけドラマ。押されるときついなやっぱ。こんなところ。みんな電気犠牲まだいいっすね。1ラウンドは取りてえよな見てると。なんかまあきついけど、なんかいけなくはないと思うんだよな。きついけど、
電撃で無理なことないと思ってて、なんかねやばいくらいのねレベルの高い人にもね勝ったことあるんだよな、この組み合わせで。めっちゃ驚かれただけで、で夢はあると思ってる。仕事がうまい。ゴエビだと、あ、マジか、うまっ。あ、これちょっと無理か、無理なのか。待って、その時の人より上手いぞ。僕が経験した時のね、あの時の人もね結構やばい人だったけど、その人よりもなんかね2段階くらい上な気がするんだけど。おや、逃げなきゃダメか、ごめん。うまき、おお、すげえ突っ込んでいくんだな。え？これやばいでしょ。この方だ。多分有名な方なんだろうな、電撃だと。こんな人初めて見たけどな。動画でもこんな上手い人いなかったぞ。まあ。そろそろね、ちょっと終わること考えるんで、あと1週くらいでちょっと終わろうと思ってるんで、お願いします。あと4試合くらいかな、多分。いるメンバー1回ずつくらいやって、終わりますか。電撃やってるとさ、いつも配信2時間くらいで終わるんですけど、3時間くらいやるんじゃない？なんだかんだね。結構熱くなっちゃう。ゲーセンのアケコンとかだったら、マイロさんどうもです、こんばんは。あー、限界近い。そうか、すまんかった。それはゲーセンのアケコンってすぐ壊れるけど、なんか家庭用のさアケコンってね全然壊れないな、なんでだろう。すげえなんか頑丈だよね、ボタン効かなくなるとかないし、ちょっと押しにくくなったりはするけど。どやき、じゃあ出ない。あ、止めちゃった。優しさの塊だったわ今のジャンピーは。いやー逃げれんか。死なない。いやー、どうなんすかねパイセン、それはもったいないことしたよね、自分絶対ですよね。終わった。終わった。これはさすがに無理、全部使って負けたんだけど。ダメージ計算が終わってたな。悲しすぎる。あ、オッケーオッケーオッケー、ナイス。一生これだけでよくね。マサさん、カンカナです。
死ぬかな。あ、ミスった。ラッキー。上条さん、一匹が出ることは今の。ああ、ぶっ。無理なんですよね。振りたくなっちゃうんだよね、あれ。ミスト。ですけどね、リフガマレです。ここで出ましたね、 4AB がついに奥義が電撃で一番強いから、この技殿下の宝刀が出ました。ありがとうございます。じゃああと3試合で終わります。許さごめんごめんなさい、すいません、ほんとごめんね、わざとじゃなかった、マジでミスった。自分でも驚いてた、マジで。リフガはさ、なるべく B してやろうと思ってるんだけど、こう集中しすぎるとさ、なんか気づいたら AB になっちゃうんだよ。なんかやっぱ人差し指の方がさ、人間って器用じゃん。その影響でなんか、ね、瞬時に押そうとすると無意識でやっちゃうんだよね。治んねえこれ、何年やってても。いやー、えぐ。ごめん。うん。うんうん、マジか。ちっちゃいっすね。今当たんないか。お母さんどうも久しぶりだね、こんばんは。あー、なんで当たんないの。今多分ね、瞬時に判断できないもんでさ、もう僕 A ボタン連打してたんですよ。だからゴエゴエゴエのさ C ルートだったんだけど、普通のあれはダメなんだね。腰が低すぎて当たんないんだけど、どういうこと。大会は好きなのでありがとうございます。カノンのこと大会待ってる人あんまりいないからね、ありがとうございます。あー、やばい、さすがに死んじゃうかな、それは。ナイス。あー、ミスった、ごめん。死ぬか、死ぬな。あー、お見事です。うまいっすね、優さんに勝てないな、やっぱり。なんか毎回やってもいいとこまで行くんだけど。じゃあ、あと2戦でお願いします。今さ、サブアカウントちょっと作らせていただいて、まあゲームとか関係ないチャンネルなんですけど、名前はね、同じ代官山カノンでやるつもりなんですけど、
なんか代官山ですっていうつもりです、自己紹介では。いやまあ迷ってるんだけどね、なんか代官山観音ですっていうのもねちょっとどうかなと思ったから、代官山ですっていうかもしれない。観音ですでもいいんだけど、観音だといっぱいいるからさ。そっちのチャンネルではもしかしたら代官山って呼ばれることが多いんじゃないかなーって思う。どうした、優しさの塊、うん、ごめん。はい、よかった。はい、僕の丹精込めたアスリートダッシュが出なかったっす、ダメだったわ。使うの？ナイス。多分確定じゃなさそうだけどね、また。ちょっと西出したところから。されてもあれなんだよね、たとえ漏れたとしても食らうんだよね、あれ。バックラッシュダメなのか、シャナは。うまい、知らないと思うけどな。ナイス。あんだけね、ごちゃごちゃやっちゃうとね、なんかよくわかんなくなるよね、繋がってこれってやりながら思っちゃう。OK、 じゃあ次ラストかな。ヨロです。これやったら終わります、配信ね、終わります。なんだけど、ちょっと無理やり当てるしかない、これ。いやー、バックステップさせてくんないか。だいぶもうなんかね、事故らせるというか、ちょっと逆に初心者ムーブしたわ。それでなんとかなったけど、立ち回りで勝とうと思っても無理だこれ。
いい投げだな、マジ迷うかな。不利かこれ、全然不利だな。いや、ガード固っ。待って、いくエスケープブラスターここさせてくんないっすか。何もできないじゃん。じゃああんだけなんかベシベシいろいろやったのに一回も出せなかったんだけど、全部遠距離で EX されてたよ。出したとしても死んでたよ。だってダーツされても、通常ダーツでもあそこで即抜けるだけだもんな。あざました。強かったなー。やばいわ、ちょっとこのクオリティで出されると何もできない。うめえわマジで。電撃うまい人いるぞまだネットに隠れてるぞ、見えないところに。ちょっと驚いたわ、こんないるんだな、うまい人。ありました。じゃあ、まあ今日はこの辺でそろそろ終わろうかと思います。明日はとりあえずまた何かやるかもしれないですけど、うん、そうだな、何かいいかな。エイペックスやりたいんだけど、まあちょっと我慢した方がいいかなと思ってはいる。どうしようかな。あー、俺負けさんか。なるほどね、名前違うから全然分かんなかった。俺負けさんのはさすがに分かるわ。あ、納得したわ。そりゃうまいわ。あの方の黒子ガチでうめえとまで思ってたんで、ね、あの方でもね参加しに来ないイメージあったからちょっと驚いた。ありがとうございました、来てくれて。いや、なんかすごい楽しかったっす。また対戦しましょう。よっしゃー、じゃあそろそろ終わります。まあ明日は未定ということでいつも通りですね、まあ、やると思うんですけど、21時よかったらまた、あー、はい、ぜひまた対戦しましょう。なんか今度10戦ガチとかやってみたいっす。では、お疲れ様です。エンディング入りまーす。バイバーイ。おつでーす。